w, en, テンプレートアタッチド KML, デランシーストリートウィキデータにある、KML バーリー地点のデランシーストリートデランシーストリートは、ニューヨーク市マンハッタン区、ローアーインスト、サイド地区を東西に走る通りである。この通りの西端はバーリーであり、東端は FDR ドライブである。クリントンストリートの地点でウィリアムズバーグ橋へと接続しており、 ブルックリンと結ばれている。デランシーストリート自体はクリントンストリートの地点でこの橋の脇にそれ、それより東は橋の高架沿いを FDR ドライブに突き当たるまで続く。クリントンストリートより西では道路幅は8車線があり、中央には街路樹が植え込まれた分離帯がある。バワリーより西ではデランシーストリートはケンモアストリートとなる。これは四車線の道路で、 4.5ブロック先のラファイエットストリートに突き当たるまで続いている。この通りの名前は現在のローアーイーストサイドに広大な土地を所有していたジェームズ・デランシー・シニアより取られている。この通り沿いにはデリカテッセイやバーなどが並んでいる。またデランシー・ストリートは長らくディスカウント、バーゲン医療品店が並んでいることでも知られていた。有名な施設としては 1929年に建てられたバワリーブ島場、ラトナーズ公社レストラン、そしてエセックスストリートマーケットがある。エセックスマーケットはフィオレラ・ラガーディア市長によって近隣の狭い道をカートを押して買い物する人たちの混雑を解消するため大きなビルの中にまとめられた市場として建設された。20世紀半ばまでデランシーストリートはユダヤ人が多く住んでいた。 ローアーイーストサイドのメインのショッピングストリートであった。2000年代後半より、デランシーストリート周辺の地区は、ヤングプロフェッショナルやアーティスト、さらに、アフリカ系アメリカ人、プエルトリコ人、ドミニカ人、中国人の労働者などが混在する地区となっている。さらに、高級化現象が進行中であり、より高所得者向けのショップやバー、レストランなどが増えてきている。 もともと老朽化したビルが多かったエリアであるため、コンドミニアムの建設など、再開発が活発な地域となっている。ニューヨーク市地下鉄、IND6 番街線及び、BMT ナッソーストリート線の、デランシーストリート、エセックスストリート駅及び、BMT ナッソーストリート線のバワリー駅がこの、通りの地下に位置している。ニューヨーク市バス M9、M14、M15、m 1 3 B39 路線はデランシーストリート上にバス停を持っている。デランシーストリートと SX ストリートの交差点の地下にあるウィリアムズバーグ橋トローリーターミナルはウィリアムズバーグ橋を渡る路面電車の駅及びラケット型ループ線施設であったが現在は廃駅となっている。2011年その後地に公共公園ローラインを建設する案が提出された。 この公園では、光ファイバーを用いて、地下内部まで自然光を取り入れ、草木を得るなど、新しい技術を使用することが企画されている。車線数の多い幹線道路であり、交通事故による死亡率が高いことから、この通り沿いには安全対策が多く設置されている。歩行者用広場や横断歩道が青信号の時は車の左折禁止、 横断歩道の青信号の時間のカウントダウン表示などである。ケンモアストリートとエリザベスストリートの地点のロリータホテル。ケンモアストリートはデランシーストリートの西側の延長であるバーワリーからラファイエットストリートまでの4.5ブロックを走る通りである。ラファイエットストリートを介して1ブロック南にあるブルームストリートへと接続することで東のウィリアムズバーグ橋から 西のホランドトンネルまで運転することができる。この通りは1911年にティム・サリバンによって建設された。彼はアイルランド・ケリー県ケンモアからの移民ダニエル王、サリバンとキャサリン・コネリーの息子であったため、祖国の地名からこの通り名が付けられた。映画及びテレビ音楽演劇客中。ありがとうございます。